私の負けだ。見事だった。要、出るよ、エトワール戦。それこそが私の見たかった姿だよ、アマネ。ほら、光。ミアトルからエトワール星に出馬する候補を決めたわ。私に報告しなくてもいいのに。一人は4年生の鈴見珠緒さん、もう一人は渚。ひかりちゃん、よかったね。外が雨や嵐の日に部屋の中にいると世界中がこの部屋だけになった気がしませんか？その気持ちわかる。もしかしたらそういう時、外は本当は海で、この部屋は海に漂っている小さな船なのかもしれません。さすがたまおちゃん、ロマンチックだね。二人の船は船長も二人、乗客も二人です。次回ストロベリーパニック迷路。どんな嵐の海でも二人でさえいられれば。この番組はメディアファクトリーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。